えー、皆さん、こんにちは、えー、公栄レーシングプレスは第11回目を迎えます、えー、今節から公栄レーシングプレスカップという名前をちょっと変更しましたけども、えー、メンバー的にはあのー、SG クラスのメンバーが上位にちょっと何人かいまして、そこそこの面白いレースになっていると思います、ただ、今節はモーターが初おろしで、結構、あのー、モーター差があるのとないのといろいろとありますけども、なかなか記録差を評価するのは難しいなという。 感じがしていま,すまあそれでも準優勝戦を迎えましたからある程度あエンジンのいい選手が勝ち上がってきたかなと思います、えー、10レースを見,見てみます、えー、本当はあのー、地元の山崎康介選手が、ね、すごくいいボールで出してて多分上位の3強ぐらいの足になるんじゃないかと思ったんですけどちょっと病気のために帰郷しましてねでうまく1号艇を手に入れたのは1号艇の山本英志選手ですねもうスタートはもう抜群ですね えー、あの予選最終日もね三スから豪快なまくりを決めました、これ一応、次のこの中島誠一郎選手が、仕上げればほ,ほぼ上位のも足と言ってましたで、まあ、今日あたりはやっぱ仕上げてく、ね、るんじゃないかと思います、えー、なかなかその辺の評価は難しいんですけど仕掛けるのは一応飯島明宏選手でねな、問題はこの中村亮太選手がどこまで内側に入るかというところだと思います。 中村亮太選手も一応伸び足なんかはね結構いいような感じでします。えー、一応絞りますと一の頭勝負。足、え、的、ー、にはれ、ね、やっぱスタート決めてくれれば山本選手がね抜け出すんじゃないかと思います。一三一二そしてひもに二番六番と入れてますけども一二一三ほとんど五分ですね。じゃあ裏目があるのかというとやっぱりこの一番秋風選手がねこの山本選手が 先まいしたところをまくり出す形ですね、それでうまく入れば3一1という面もありますけれども、まあ、比較的1号手の山本選手の足はいいと思います、一番もちろん6号手の中原亮太手ですよね、この選手は一回何やるかわからないところが結構ありますから、もうちょっと足が上積みがあれば、今日のの準優まで間に合えば、この意外に 5, 6, 4、5コースまで来て、まくり出していって6一1という面も、ちょっと満州を期待の人は、 六一目もあってみるんじゃない。ただ、それでもやっぱり山本選手、の足はいいような気がします。一応、十レースでした。